5月24日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて46円78銭高い 28,360 円61銭でした。ただ今日の高値も安値もいずれも、安値が9時ちょうど高値が9時19分でありまして、つまり東京市場開始20分の間に高値と安値をつけ、その後は上にも下にも触れない膠着相場となりました。トピックスが先週末に比べて 8.35 ポイント高 1913.04 でした。東証一部全体の 63% に当たる1394銘柄が上昇、下落したのは全体の3割715銘柄でした。新興市場マザーズ指数が 20.31 ポイント安 1.8% の下落、日経ジャスダック平均株価が1円と58銭高 0.04% の上昇ということで、新興市場は小幅まちまちでした。東京市場全体的に小幅な上下動にとどまりました。日経平均株価の冷やしチャートであります。日経平均株価このところ一旦このネックラインとなっていた2万8300円どころを割ってから再びじわじわと戻してきています。このちょうどネックラインで再び下に押されるのか、それとも上に回帰戻っていくのかというのは勝負の分かれ目、明日以降になりそうです。ただ今日の動きを見てますと、日足のロウソクにやや長めの上ヒゲが出ています。今日の高値からそれなりに押し戻されて終わりを迎えたというロウソク足形状でありまして、それなりに2万8300円400円付近では、ちょうどネックラインのところで、戻り売りの圧力もそれなりにあるようです。欧米の PMI 週末に出たものそれなりでありましたが、今日午前中のマーケットでビットコインがやや乱高下して、再び米ドル建てで3万1000ドル付近まで値を下げる場面がありました。先週ビットコインの大幅な下落に揺らされた株式マーケットでありますけども、まだその波乱が続くかもしれない、そうした警戒感も東京株式市場の手詰まり感につながった面もあるようです。そうした中で今日買われていたところが海運株ですね。いわゆる景気敏感セクター、日本郵船245円高 5.6% の上昇でした。欧米の PMI の動向を見ていますと、さすがにワクチン接種で先行していただけに、かなり景気回復のペースが早いと、そのようなところが PMI から読み取れると、そうした見方があるのかもしれません。欧米の景気回復期待から海運株が今日は強い動きとなっています。 5.6% の上昇でした。一方で国内ではワクチン接種、今日から大規模接種が始まっていますけども、なかなか一気呵成にはいかないようです。例えば3099三越伊勢丹小売りですね。日本、欧米に比べるとワクチン接種としては後進国でありまして、なかなかワクチンが行き届かないと。欧米に比べて感染率も重症率も低く、欧米から優先してワクチン使っていってますから、日本がもともと重症化率感染率の低い日本がワクチン接種で遅れるのは当たり前といえば当たり前ですが、なかなかマーケット的にはそう好意にも解釈しないようです。ワクチン接種大規模なものも始まっていますが、なかなか一足飛びに景況感、特に街は回復しないだろうと、以前の風景に戻りづらいだろうと、そうしたことなのか、今日は小売株がやや軟調な動きを見せました。三越伊勢丹は10円安 1.2% の下落でした。今日の東京市場それなりに国内のワクチンですとか欧米の景況感改善といった、大きな意味でのビッグニュースでポジティブなものはいくつか出ているんですが、ビットコインの動向が怪しいということで、なかなか株式市場も上を目指せませんでした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。